回は、旧車といえばド定番のハコスカ GTR を 3D プリンターで作ります。S20 型エンジンも雰囲気だけ再現します。今回は、このタミヤのハコスカ GTR を参考資料とします。中身は、安いのにパーツがぎっしり、エンジンもついています。でもランナーのパーツは今回は使いません。使うのはこの組み立て説明書の、この部分です。ブレンダーで、組み立て説明書を主体にして、面をどんどん貼っていきます。どこから始めるかは人によってそれぞれのようですが、私はルーフから始めます。主体に合わせて頂点を移動していきます。A ピラー。まずトップビューで頂点を合わせて、次にサイドビューで頂点の高さを調整、さらにフロントビュー。これをひたすら繰り返す単純な作業です。ボディサイドに面を貼ります。フロントボンネットに面を貼ります。上から見たり、横から見たり、前から見たりして頂点の位置の調整をひたすら繰り返しました。ボディのタイヤの部分はいつもポリゴンをどう配置するか悩むところです。途中結果をバッサリ省略して、大体の形ができました。別パーツとして、バンパーやヘッドライト、フェンダーミラーなどを作りました。エンジンを収めるためにボンネットを切り取って別パーツにしました。S20 型エンジンを細かい部分は省略して雰囲気だけ再現してみました。ホイールは鉄チンにしてみました。試しにツインターボをつけてみましたが、最終的にはボツにしました。2K モノクロ液晶 3D プリンター、ほとんものがついに2万円台になったので Amazon で購入した。造形時間が短くなったのがありがたい。気のせいかもしれないけど造形精度が良くなったような気がする。二次硬化の前にサポートから取り外そうとしたけど雑なことをしてしまって大失敗。フェンダーミラーが取れてしまった。レジンで修復したけど傾いてる。気にしない。塗装はいつもと同じなので省略。
ムカバーとかエアークリーナーといった赤いパーツは下地に銀色を筆塗りした。ちなみに使っている筆は長谷川名人も使っているというインターロンというメーカーのもの。あとは適当にドライブラシでごまかした。一番目立つ赤い色を筆塗りした。タイヤは直径1ミリの真鍮線を使って、瞬間接着剤でくっつけたので回転しない。最後にボンネットを光造形プリンター用のレジンと UV LED で固定した。ダイソーのレジンと光造形プリンターのレジンでは硬化する波長が違うことを最近知った。通りでダイソーのレジンは UV LED ではなかなか硬化しないけど、普通に光造形プリンター用のレジンだとあっという間に硬化してくれる。そろそろくっついたかな？くっついた。おまけで24分の1と64分の1のエンジンだけ別にプリントしてみた。4分の1のエンジンにはプラグコードもつけてみた。デスビが小さすぎたのでプラグコードは隙間に押し込んでおいた。前に作った R32GTR のエンジンと R35GTR のエンジンも並べてみた。